はい、おはようございます。おはようございます。すいません、増えた。おお、パニアですか。いいですね。パニアです。キャンプじゃなくてもキャンプ自体初めてなんですけど、前の人と後ろの人は、結構キャンプをしたことがある2人なので、いろいろ恐れながらやっていきたいなと思います。初めてのキャンプということで何がいるのか全然わからなかったんで、とりあえず思いつくものをぶち込んだらめちゃくちゃ重いサードバッグに逃げ出しました。多分今17キロぐらいあるんじゃないかな、もしかしたら。健太さんが昨日四国一周1000キロ回るときに乗ってた自転車の総重量が17キロって言ってたんで、それと同じぐらいの重量が1泊2日の僕の自転車に乗っていると、いやー余計なものがいっぱい入ってるんでしょうね。あれ最終日テントと寝袋とマット、段ボール借りて送り返して、お土産たっぷり詰めて帰る。で再スタートです。今前走ってる人はこの自転車で3000キロ北海道まで走ってきたみたいですね。今日ちょっとその思い出話を夜聞けるということで楽しみにしております。テント欲しいな。テントめっちゃ欲しいな。今日はまだスリーピングパッドっていうのは寝るときに下に敷くやつと、あとマフラー、それだけしか買ってないんで、もう本当に必要最低限しか、しかも昨日モンベル行って買ってきましたっていう。なので、ゆくゆくは僕もテントを買ってですね、ソロキャンをするというのが今年の目標です。前の2人が速いんだよな。僕より絶対に重いはずなのにな、自転車。いやー、ついてくのでやっとだ。ちなみに今日は僕がブリーザーっていうフレームを使ったバイクに乗っていて、で、前を走ってるマウンテンバイクも同じくブリーザーということで、まあ、ブリーザーがね、こうやって2台並んで走るのも結構日本では珍しいのかなと。で、その前がコナかな、コナのローブ ST っていう、まあ、ということで今日は3人とも黒盛りですね。完全にツーリング仕様です。素晴らしい。今、八瀬市のあたりを走ってます。夏休み感が溢れ出てますね。4連休最高だわ。今から相模川を越えて厚木市の方に入ります。大体36キロぐらい走ってきました。多分ただのは70キロぐらいだと思うんで、多分半分くらいで目的地に着くんじゃないかなと思います。まあそうですね。まあ、よし、休憩。よっこいしょ。ポカリ。どうなったか見たいですね。これですね。今どのあたり走ってるんでしょうね。暑い。ちょっとオリンピックのライブ中継を見てからゆっくりしすぎました。いや、続き走ってきます。丹沢の山々が見えてきましたね。あと多分20キロもしないうちに着いちゃうんじゃないかなというようなところまで来ます。この紐は全然バックと関係ない紐ですか。あ、そうです。お、便利ですね。これ便利です。良さそう。無理です。無理でした。確かに100均の紐ですけど。あ、100均の紐。早くねえか、あの二人。やっぱあれか、乗ってる人間か、乗ってる人間が軽いのか。いや確かにね、あの二人は今日クライマー体型なんですよね。羨ましい。
あー、このすごいきついマジで。いやあー、あー、きつかった。37度。37度。それ暑いわ。久々にホイール変えてもらって。はいはいはい。その車が、はい、重い。いや重いけど速い。重いのは言えない。いや歩いてホイールって。700cc ですよね。それ。650が 700cc になったんで。はいはいはい。ちょっとギア比がいつもの感覚と違うけど、同じ感覚だと速い。その分タイヤが細いですから。細いですね。いやー、 K です、これは K。 なんか雨で焼けるもんだったな。しました、滝沢園キャンプ場。いいですね。いや、川が流れてていいキャンプ場だな。服を洗濯するのと一緒に自分も洗濯しましょう。変更。取れます。はい、じゃあちょっとレモンを引かさせていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。ちょっと皆さん単勝食べたことがあるかどうかわかんないんですけど、ね、美味しいんですよね。やっぱ珍味ですか。珍味。いや普通にね、美味ですね。ああ、いや、その珍しい食べ物って意味なんですか。ああ、いやもうすみません、あの普通にありふれてる食べ物でございました。あ、そうなんですね。はい、じゃあいただきます。どうぞ。うまっ。うまい。うまい。焼きそばどうぞ。焼きそばどうぞ。巻いてあげてって言ってた。あ、全然できてる。あ、いい炭水化物です。出ました。いい炭水化物いただきました。ありがとう。いい炭水化物です。炭水化物も半分ぐらい優しさでできてる。で、半分が糖質みたいな。もうちょっとだけ食物繊維。じゃあ作成させていただきますね。お願いします。お願いします。まず、まずこれをディップですね。誰にディップさせていただき、それが米にライドする。これを、はい、ライドする。ライドオンする。これ3枚ですね。そうですね、うん。カルビ丼が完成すると、はい、ちょっと追いだれお願いします。追いだれ、追いだれ、その、あー、なるほど、はい、じゃあいっちゃいますか。うん、やっぱそれぞれね、おお、こだわりがありますね。じゃあちょっといただいてよろしいでしょうかね。はい、うん、はい、しまってください。ちょっとご飯をこう肉で巻いて肉巻きおにぎりみたいな感じにさせていただいて。なるほど。あ、じゃあ、はい、ご飯ちょっとワンとカルビの優勝いたしました。ありがとうございました。優勝しました。はい、金メダル取りました。はい、これは優勝だな。おめでとうございます。おめでとうございます。カラパス選手よりちょっと僕の方が強かったかもしれない。トリはい、トリ
っとあの塩の人やってくださいよ。え？塩の人。あ、これ。あれね。あれ難しいんですよ。あれ。眩しい。他の人たちもちょっと熱で乾燥させて、おはようございます。2日目の朝です。まあ、テントもほぼほぼ撤収が完了してきて、あとはゴミを捨てて荷物を詰めて帰るだけって感じですね。天気も良くて気持ちがいい朝ですね。撤収です。ということで積み込みもほぼ完了したので帰りましょう。初めてのテント泊でしたけど、まあ案の定あんまりは寝れなかったですね。ちゃんと多分意外と 2,3 時間ぐらいは寝れたかなと。次は自分のテントを持って、まあ、いろいろ装備を揃えていきたいと思います。まあ、今回はちょっとね、いろいろお世話になっちゃったんで。狭、私が狭。ちょっといい景色だったのに。いや、すっかり浴衣だな。このキーホルダーかわいいな。ルコックスポーティア。ハードなライドになるとは思ってなかったですね。というわけで2名と別れて、今は1人で自宅に帰っております。1泊2日の自転車キャンプ旅行でしたが、いや楽しかったですね。なんかもう本当に何年ぶりの、なんかこの夏休みを味わったって感じでしたね。たった4日間だったんですけど、4日間というかもう実質キャンプは2日だったんですけど、なんか大学生の頃に友達とバーベキューに行ったりした時のことを痛烈に思い出しましたね。やっぱ夏はね、川にキャンプに行くっていうのが、キャンプライドに行くのが楽しいと思います。まあキャンプライドじゃなくてもね、ロードバイクで川に行って、で川でもうね、サイクルウェアのままバシャバシャはしゃいで帰ってくるっていうのだけでもね、相当面白いんで、ぜひやってほしいですね。まあ今日は僕はまだキャンプをやったことがなかったので、道具が全然揃ってなくて、スリーピングマット、なんか空気入れて膨らませて、で体の下に敷いて寝るやつなんですけど、それとあと枕だけ、この2つだけ買って、行ってきましたと。でキャンプは、テントは友達の2人4テントに居候させていただきまして、でそれで1泊したわけですが、それでもやっぱりね、荷物が重いですね。
友達のバイクなんてもう持ち上げられないぐらいの重量あって、もう多分ママチャリより重かったんじゃないかぐらいだったんですけど、やっぱフル装備というか自分必要なものを全部揃えると、まあ、それぐらいの重さにはなってくるんでしょうね。今日僕一番自転車軽かったんですけど、坂道一番遅かったですね。はい、ということで帰ってきました。1泊2日のキャンプツーリングお疲れ様でした。いや楽しかったですね。まあ、今回ちょっとね、僕は全然道具が揃ってなかったんで、2人にいろいろとね手ほどきを受けながらなんとか楽しむことができました。これからどんどんねちょっとずつ、道具も揃えていって、まあ今年中にできれば自転車ソロキャンツーリングとかやりたいなと思っちゃったりしてたりしてなかったりしますので、期待せずに待っておいてください。ということで今日はこんな感じですかね。本当に今日一緒に行ってくれた2人には感謝です。お疲れ様でした。